あの時、俺、なんでここに来たんだろう。全く覚えてない。やっぱり、兄さんに相談するか。ユイト、出撃命令だ。怪異の大発生を確認。場所は配置下軌道。急いで現地に向かってくれ。わかった。ナギは？すでに配置下軌道へ向かった。そうか。ありがとう。すぐ追いかけるよ。仕方ないな。兄さんにはまた後で連絡しよう。瀬戸小隊、全員合流しました。よし、みんな、渡るから聞いているな。この配置下軌道に怪異が大量発生しているらしい。断絶の帯がかなり低空まで下がっていて、空中から地下にも入り込んでいるようだ。今さら説明するまでもないだろうが、新人もいることだし、ここで断絶の帯に関して確認しておこう。断絶の帯とは何だ、ナギ。はい、断絶の春によって発生したと思われる異常現象です。その通り。地球の成層圏付近に滞留し、地球全体を覆い尽くしている。怪異は断絶の帯で誕生し、地表に降りてくることが観測されているから、断絶の帯が濃い場所には近寄るな。どこから怪異が現れてもおかしくない。また断絶の帯には通信機能を遮断してしまう性質がある。もしそうなったら、渡るのテレパシーだけが頼りだ。通信装置を使わないテレパシーだと、俺が一方的に話しかけるしかできないからな。通信装置の機能が維持されるように祈っててくれ。というわけだ。みんな、十分気をつけろよ。はい。今作戦は、第一連隊第7および第8中隊、第二連隊第1および第2中隊の合同作戦となる。最近ではかなりの大規模編成だな。勝手な行動は慎めよ。特にカゲロウ。俺名指しかよ隊長。まあそんなにむくれるな。第1班は俺とナギと花火、第2班はカゲロウとツグミとユイトだ。瀬戸正体は先発する第2中隊を追う形で前進、ポイントアルファへ向かう。了解。はい、つぐみと組むのは初めてだったよな。よろしく、つぐみ。よろしく。力を貸してくれ。この調子で行こう。当たれ！電気を使った攻
攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。よし、倒れたぞ。一気に攻めるんだ。そこだ、貫け。あいつ地中に潜っちまったな。でもこっちも姿を消せばまた出てくるはずだ。地域もあるんだぜ。近くに物資反応があるみたいだな。何か手に入るんじゃないか。よろしくかけろ。普段は上空で観測されるのがほとんどだ。
ここまで下がるのはレアケースと言っていい。気を引き締めていくぞ。仕切り直した。そら、そら、そら。よし。意識を集中。よし。これがドライブ。体中の神経が研ぎ澄まされていく感じだ。やった。待て。そら、せい、それ。やった。ドライブつくね。よっよしよし、そこを疲れると弱いみたいだな。でも私には見えてる。畳か。
かけるぞ。投資を使ってみて。それ来い。やった。使えるんじゃねえか、ユイト。会員に気づかれないようにドカンとな。前方注意、突っ込んだ。誰か来ます。瀬戸さん。ナオミ、ハルカから救援要請が届いたが何があった？はい、ポイントアルファ上部から怪異が降下。到着予定の他の部隊の姿も見えず、ゲンマ隊長代理からも瀬戸正体に救援要請を出すように言われてきました。1分後に怪異が3体、12時の方角から吸収してきます。敵の最初の攻撃は高速移動から背後に回っての投げ払いです。え、今のはどういう。私の超能力は短期未来予知です。マジだ。隊長、怪異がポイントアルファに向かって集まっています。瀬戸隊の現在地にも3匹接近中。すげえ。ナオミ、俺とサスをつなげ。みんな、怪異の大掃除だ。敵を殲滅しながらポイントアルファに向かうぞ。了解。よろしく。超能力、未来は見えるんだね。それって、自分の意思で見られるの？はい。でも、ほんの少し先のことしか見えないんですけど。すごい超能力だね。ユイトさんにそう言ってもらえて嬉しいです。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。悔しい。俺がやる。もっと集中。カサネちゃん、無事でいて。大丈夫だって、カオちゃん。姉は訓練生出席だよ。って、そんなの知ってるよね。お姉ちゃんなんだから。バカだな、俺。いえ、ありがとうございます、ナギさん。地面の下で、こっちの様子を伺ってる。私たちも、姿を消した方がいい。うっそ。よっ。まだだ。
てよし。ここは断絶の帯の通信障害がひどい。このままじゃこちらとの通信が途切れ。渡る、なんとか通信を維持しろ。他の部隊はいないのか。ポイントアルファの生存。隊長、天井にヒビが。くそ、カッコ回避だ。強化招待散開しろ。上から来るぞ。セット隊長、セット組崩れるぞ。ありがとう。他のみんなは？ゲンマ・ギャリソンとツグミ・ナザール、無事だ。近くにあと二人いる。ユイト、生きてるか？ナギ、今どこにいる？瓦礫越しの隣だよ。ナオミちゃんと一緒。今 GPS を再起動する。うわぁ！ナギ、どうした？怪異があちこちから攻めてきて、ナギさんが。お姉ちゃん、まずい。怪異の数が多い。急がないと。俺が瓦礫をどかす。数が多すぎる。俺も手伝う。お姉ちゃん、ナミ、お姉ちゃん、大丈夫？大丈夫、ちょっと足を痛めたくらい。あいつ殺すわ。おい、頭冷やせよ、重ね。あいつを潰せば勝手に冷える。そっち任せたわよ。分かったよ、つぐみ。了解。重ね、大丈夫かな？花火は瀬戸隊長と一緒だと思うけど、カゲロウはどうしたか心配だ。カゲロウなら自分で何とかできる。それより今は目の前の敵に集中。そうだな、まずは任されたこいつらを片付けよう。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。はあ、やっ！
場所が弱点か。悪い。お姉ちゃんは大丈夫。今そっちに。お姉ちゃん。動けない奴は力を貸せ。俺も戦います。注意を払え。気を抜くなよ。
それ、能力か。しかしあのサイズを転送するなど、よほどの超能力者でないと。待って、ナオミをどこへ送ったの。おい、カサネ、待て。敵が…なんだこれ。アンプルか。セイランの師匠が入っているが。なんだよ今のは。ナオミちゃんが…ナオミちゃんが…ナギ、落ち着け。落ち着けって、お前落ち着いてられるのかよ。あれは何なんだよ。俺だってわけわかんねえよ。わけわかんねえけど、どうにかしないと。悪い、パニック起こしてる場合じゃないよな。でもどうする、これから。この中で一番キャリアがあるのは。いや、俺では無理だ。強化隊の指揮を預かっておきながら、こんな状況を招くとは。なら、こうしよう。俺はカサネを追いかける。ナギは前線本部に行って、今起きたことを報告してくれ。俺だってユイタと一緒に。その足じゃ無理だ。つぐみ、ナギと一緒について行ってやってくれ。通信障害が起きてて、本部に繋がらないみたいだから。わかった。ユイト、気をつけろよ。ナギもな。ゲンマ、強化招待を預かってたなら、カサネはまだゲンマの部下だよな。だから、一緒に来てくれ。強化隊の責任者として。そうだな。了解した。
ユイト、ゲンマ、待ってくれ。吹雪連隊長。二人とも無事でよかった。さっき、ナギとつぐみに会ってね。話を聞いて、慌てて君を追いかけたんだ。話って？ナオミのことだよ。彼らにも伝えたけれど、今回のことは決して口外しないように。口外するなってどういう意味ですか？言葉通りだよ。それが君たちを守ることにもなる。それとユイト、ここに来るときにアンプルみたいなものを拾わなかったかな？あ、はい。それはこちらで回収してもいいかな？そのアンプルは何なんですか？それとも口外できないものですか？このアンプルは、簡単に言うと超能力の強化剤だよ。超感覚刺激ホルモンを増加させるものだ。セイランで開発しているとの情報は入手している。ただこれは海抜群の機密事項だ。これ以上は言えない。隠し事ばかりなんですね。そうだね。残念だけど、人間が集まると色々な思惑が生まれてしがらみになるんだ。こんな窮屈な蜘蛛の巣には近寄らない方がいい。そういう配慮なんだと思ってほしい。とにかく二人とも一緒に安全な場所へ行こう。いえ、この先にカサネがいるんです。ナオミを追いかけて。あの、カサネが心配なんです。このまま探しに行って構いませんか？分かった。カサネに会ったら彼女にも今回のことを口外しないように伝えてくれ。二人とも無理はしないようにね。こちらも救援を向かわせるようにするから。それと前線本部は撤退する可能性があるから、救援隊と合流できたら各隊のアジトで休むといい。それから改めてスオーへ戻ればより安全だからね。くれぐれも気をつけるんだよ。今日のことを黙っていることが俺たちを守ることになるだって。それに吹雪で隊長のあの落ち着きを、ナオミが怪異になったっていうのになぜ冷静でいられるんだ？ああ、何かが変だ。カレン連隊長？ユイトにゲンマか。そこのジャジャ馬のことは任せたぞ。俺は部隊を立て直すために前線へ戻る。了解。
カサネ、ナオミは？あなたたちは全てを見たんだから話しても構わないわね。セイランの駐留軍に連れて行かれたわ。さっきの車もセイラン駐留軍のものだったのか？ええ。何かがおかしいぞ。今回のことを吹雪連隊長に報告したら口外しないように言われた。重ねにも口止めしろって。カレン連隊長も同じことを言っていたわ。なぜ口止めするの？海抜軍は何かを隠しているってこと？わからない。それが俺たちを守ることになるって吹雪連隊長は言ってたけど。それからこれを見てくれ。これもセーラン駐留軍が落としたものみたいなんだ。これ子供の頃家で見たことがあるわ。吹雪連隊長の話だと一時的に超能力を高める強化剤だって。回収されそうになったけど2本だけ手元に残しておいた。いい判断だわ。それにしてもどうしてそんなものが家にあったのかしら。ランドール家は兵器の開発が中心で、製薬関係はスプリング製薬と提携を結んでいるぐらいのはずだけど。このアンプルのことも機密事項として口止めされた。海抜軍の上はこのアンプルのことを知っているみたいだ。スプリング製薬というのは吹雪連隊長の実家だったな。連隊長はその関係で知っていたのかもしれないが。ニューヒムカを信用するな。え？それはどういう意味だ？カレンが言っていたの。私にも詳しいことはよくわからない。このアンプルが本当にセイランのものなら、ランドールやスプリングはセイラン氏と組んでいる。だから何だと言われても答えは出ないけれど、カレンたちの言う通り、今回のことはあまり口外せず私たちだけで探った方がいいのかもしれないわ。そのアンプル、かなり重要なもののようだ。他の人間に知られないように隠しておいた方がいいだろう。だったらバッキーちゃんの中にアンプルを隠しておくよ。え？裁縫が得意だとは思わなかったわ。子供の頃から自分のことは自分でやるように言われていたからね。はい、これ2つあるけど誰が持つ？俺はごめん、コウムル。お前たちで持っているといい。バッキーちゃん、お姉ちゃんだったらすごく喜んだだろうな。カサネ、ナオミのことごめん。あのカイがナオミだってことは分かっていたけど、俺怖くて戦うしかないって。やめて。私はナオミを取り戻す。今後その邪魔さえしなければそれでいい。綺麗事かもしれないけど、俺だって助けられるなら助けたいと思うよ。綺麗事ね。でもありがとう。おお、つぐみちゃん、ナイスよ。みんな迎えに来てやったぜ。あれ、ナオミちゃんは一緒じゃねえの？どうしたの、ユイト？いや、後で話す。ナギは？それに瀬戸隊長や花火も。ナギは前線本部で救護班に預けた。隊長も花火ちゃんもピンピンしてるぜ。お前らのことを心配してるから早くここを出ようよ。いえ、ユイトたちは先に脱出して。この先に試練がいるらしいの。拾って帰るわ。なら俺も一緒に行こう。この作戦が終わるまではこんな俺でも強化隊の隊長代理だからな。うん、わかった。気をつけて。じゃ、俺たちも生徒隊長たちと合流してアジトに行くか。
ここがユイトの家のユニットか。確かに地理的にも設備的にもアジトとして使えるならありがたいな。構わないのかユイト。もちろんです。どうせスメラギの家ではもう使ってないみたいですから。じゃあ遠慮なく我が隊のアジトにさせてもらおう。それにしてもユイトが無事でよかった。みんな本当に心配してたんだよ。つぐみなんて目を赤くしちゃって。してないです。つぐみちゃんひどい。俺というものがありながらユイトに浮気するなんて。うるさい。冷たい。そういえばナオミはどうした。ゲンマと合流して強化隊に戻ったのか。それがナオミは、そのナオミは死んだわけじゃない。だけど怪異になったとは言えないよな。怪異にやられました。嘘。ナオミが、だってナオミはカザネの次ぐらいに優秀なエリートで、それにすごく優しくて。それでユイトは元気がなかったのか。辛かっただろう。同期の仲間をなくすのは。みな一度は同じような経験をしている。だから元気を出せとは言わないが、飲み込んでいくしかないぞ。海抜群で生きていくためにはな。はい。よし、しばらくここで休んでいこう。俺が許可する。その間に心を整理しておくんだ。悲しいが怪異は待っちゃくれないからな。Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across.